ダブル撮り。びっくりした。ダブル撮り。あ、カメラあるのにダブル撮り。いいね。川口リリアホールです。来たね。おはようございます。おはようございます。お願いします。下手で髪切る。あー、ひどい。ひどいよ。行こう。椅子に座るだけ。いいね。よしです。よろしくお願いします。まず明かりを。普段のコンサートとか舞台とかあんま緊張しないんだけど、今日のが変に緊張してる。トークだけっていうのをやるよっていうのを打ったのは初めてだから、曲ドア玉のっけから流れに乗って、その後に MC で喋るっていうことは流れ的にあるんだけど、いきなり来て喋りから始めますよって怖いわ。でも急な発表だったけど、すごくみんな来てくれて、パッシャー運んでくれてる。すっげえ嬉しい。じゃあ俺会場アナウンスしてますよ。会場はあります。今からやります。もう入ります。今日はね、すごく暑いのに、ね、たくさん来てくれて、ね、その人たちの分、はい、楽しませたいと思います。いつでも生きてる。いつでも生きてる。生きてる。え、行くよ。いいよ。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ちまして注意事項がございます。開演中の守護や周りのお客様のご迷惑になる行為は全て禁止とさせていただきます。運営スタッフがお声掛けしても改善されない場合には、イベントの中止、一時中断、もしくは退場していただく場合がございます。それでは間もなく開演となりますので、本日は枝漁イベントを存分にお楽しみくださいませ。もう髪だ。隣でめっちゃ動くから笑いそうになっちゃったな。なんで逆になんでそんな。いいよ。あ、力ですね。
ってきますよ。それでは。トークショー、始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。縦の方がいいじゃん、縦、ほら、お客さんに向ける感じ。落ちない俺だ、落ちてはあんた大丈夫。せっかく来たからね、あの、2の論中ぐらい見せるからね。テンションじゃない、そんなテンションじゃないって彼は言ってます。仕方ね、リュウちゃんに言われたらやるしかね。素晴らしい。終わりました。いや、大変だったけど楽しかったです。楽しかったです。いい経験だった、すごく。新しいことした。うん、あ、こうやって買ってくれるんだなとか、すごいなと思いました。また夜公演も頑張ります。楽しかった。お願いします。はい、お願いします。本日最後、ミスコチから。みたいね。本日最後ってか、本日しかない。本日しかない、本日最後。夜は黒金です。夜は黒金新作衣装です。逆に寄ってみよう。無理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 。さっきの壁どこや。うん、ここにあるよ。あ、そういうこと、今いないってこと。うん、よし、よし。全席指定席となりますので、間違いがないか写真の席を一度お確かめくださいませ。俺髪そうって。いい、よろしければマイク入れます。はい、はい、どうですか。オッケーです。じゃあ、A なでと入ります。マイク、絶対俺笑う。大丈夫ですか。絶対笑う。今日どうぞ。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ちまして注意事項がございます。開演中の死後や周りのお客様のご迷惑になるた、やっちゃった。ご迷惑になる行為は全て禁止とさせていただきます。それでは間もなく開演となりますので、本日は枝漁イベントを存分にお楽しみくださいませ。大丈夫です。急遽だったのに、すごいいっぱいたくさん来てくれてる。うわ、すごい、ペンライトめっちゃ振ってくれてる。すごい、1回目で買っていただいたペンライトすごく振ってくれてる。楽しみたいと思います。いっぱい盛り上げます。神々だったわ、やばいわ。そう、こんにちは。こんにちは。改めまして山本亮太です。江田剛です。本日はね、ご来場いただき誠にありがとうございます。本日ね、リスタートのコンサートを予定しておりましたが、まあ、急遽変更ということで、こうやってトークショーという形を取らせていただきました。本当にご心配とご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。ということで、
はい、形は変わってしまいましたけど、はい、トークショーの方を始めていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん座ってください。もう座ってるからね、さっきと同じくだりをね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、早速始めていきたいと思いますけどね、先ほど初めてのトークショーというものをやらせていただいてトークショーっていうのに噛むか普通。え、何トークショー噛み噛みだったわ。あ、さっきのアナウンス、ね、アナウンス噛むぞ噛むぞって言ってた。本当に噛んだね。本当にえ、さっきね1回目のトークショーをやらせていただいたんですけど、はい、どうですか。どうですか。さっきよりは緊張取れましたか。全然取れたよ。で1回目ね、もうすごい本番前から緊張してて全然取れたよ。いや、どうした。早速問題いくよ。問題、早速問題いいですか。どうぞ。2がさっきの公演終わって休憩時間に何を食べたか。何を食べたか。これはちゃんと答えあります。A そのくだり先に説明しなくていいの。大丈夫。チャーハン。いいよいいよいいよ。 A ね、はい、B、 何を食べたか。シューマイ弁当。 C、 生姜焼き弁当。 A はえ、 A は何。ん、 A は、 A はだからチャーハン。あ、チャーハン。チャーハン弁当。チャーハン。 B がシューマイ弁当。シューマイ弁当。 C がなんだっけ、生姜焼き弁当。生姜焼き弁当。はい。さて、もう絶対違うじゃんみたいな空気出てるからねさてどれでしょう。いや、どれでしょうじゃなくてさ、 A の人みたいにやんないとさ。 A、 チャーハンだと思う方。はい、おー、はい、次 B、 B、 シューマイ弁当だと思う方。正解。いや、もうさ、 C まで行こうよ、せめて。正解。せめて C まで行こう。すごい、素晴らしい。やっぱ分かってるね。りょうちゃんは何食べたんですか。りょうちゃんはピラフ。そう選択肢なかったやつ、ね、エビピラフ。エビピラフ弁当。え、エビ食べれたの。そう、エビ抜くけどね。あ、避けたのね。そう、エビ抜くんだけど、いやーっていうっていう幕間を過ごして2回目やっておりますけど、もともとねこの公演はリスタートのコンサートをやろうとしていて、うん、今日までねたくさん本当に準備してきて、その PV、 あ、 YouTube で PV を出させてもらったんですけど、皆さん見ていただけましたでしょうか。いただけましたでしょうか。 ありがとうございます。お、ね、曲名リスタート。リスタートで作詞はね僕たちのむっちゃん、ね、大の仲良しむっちゃんが書いてくださって、うん、後でみんなお礼言っといてね、ちゃんとどうやって、うん、念をね、念をね、念を送るのね。はいはいはい。そうということでね、そう、オリジナル楽曲ですか。はい、オリジナル楽曲作らせていただいて、ね、リスタート、リスタートの由来をお話ししましょうか。そうだね。そう、まずライブをやるにあたってタイトルを何にしようっていう話が始まって、でまあリボーンっていう公演をね前回やってて、なんか R ってつくのいいなと思ってたのがきっかけで、で R で始まってT で終わる英単語を探してたんですよ、ずっと。で、なんかないかなと思ってたら、リスタートってのがあって、あ、まず R と T を大文字にしようっつって、りょうたとつよしっていう意味をつけて、で、まあ、リでちょっと E 入っちゃうんですけど、で、スタートが残って、T をとつよしの T にしたら、スターが残るから、じゃあ真ん中に星入れようみたいな。で、りょうた、星、つよしみたいな。ね、これからも輝いていけますようにっていう再始動の意味も込めて、いろんな意味を込めてリスタートというタイトルをつけました。はい、ね、はい、そういうことです。それで R が亮太で、ロゴもね T が剛、ロゴも考えてね、はい、ね、太陽みたいにね明るい亮ちゃんみたいな、月のように綺麗な剛くんみたいなそこ笑うとこおい、夜公演はそういう感じね。オッケー、いや夜だからさ、やっぱりちょっとねおしとやかに行こうかなと。そういう感じね。そうそう、いい ね、ちょっと衣装もねクールになってるし、そう、さっき昼公演は黄色い衣装と紫衣装のあのなんだろう、パンフレットとか、パンフレットねえな、アーシャ、フライヤー、アーシャ、アーシャとかね、ね、になってて、あれもう使わないので次の物販でそのまま売っちゃうので。いや売らねえだろぜひ買ってください、一人限定じゃんでこの衣装はね P
PV の衣装、 PV もこれでやらせてもらったんですけど、うん、クロキンの衣装でそれぞれ形違いでちょっとそれぞれに合ったイメージで作らせていただきました。これね、2がね、クロキン好きなのよ。2ね、だいたいクロキン、クロキン好きだよね。クロキン好きなんだよね。白シルバーも好きだけどね。でも白だと好きだね、うん、白シルバー、そうね。あのあれだよね、なんかさ夜も来てくれてるじゃん、うん、ビビったよね。ビビった、ビビった、ああ人の多さに。おう、いやそう、本当にたくさんね、こうやって足を運びくださって本当ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ね、本当にもう今日来れなかった人もたくさんいらっしゃいますでしょうし、うん、ね、本当になんかたくさんの方に応援していただいて、なんかコンサートができてたらなんかよりね、なんかいいものになってたのかなってすごく思います、うん、ね、本当にたくさんいろんなものを詰め込んで、ね、こうやって張り出し作ったりとか、もうその辺まで行ってダンスしようとしてたぐらいですからね、そう、リノハってね、そういろいろ考えてたんですよね。いや本当にマジで、いやぜひ、必ずやるから、その時も足をお運びくださいませ。お願いします、本当にお願いします、本当にお願いします。で振り付けはほとんどリオちゃんが担当しまして。そうですね、なんかあったんですか、うん、公演で、ライブの振り付け、ライブの振り付け、ライブの振り付けね、やりすぎて分かんないけど、リスタートはじゃあどういうイメージだったんですか。リスタートはね、とにかくちょっと力強い振りをやりたくて、ちょっとなんか、本当はもっと振りたくさんあるんですけど、なんか、りょうちゃんとそれこそ2がね、こう2人で再会して、なんかこういう振りがやりたいなっていうのはもうもともとイメージにあって、でたまたまこんだけいい楽曲をもらって、なんかすごく なんていうのあった振り付けと曲がすごくマッチして、うん、なんか本当に力強い振りになったかなって。本当はね、今日披露するつもりだったんですけどできない。いやー、そう、そんな感じでね、いろんなことがね、うん、同時に動きながら、うん、そう、個人個人でもなんかいろいろやってますね。 TikTok とか、 TikTok やってますね。皆さん TikTok 見てくれてますか。ありがとうございます。いやー、いいね。いや、そうね、そう、 SNS もね、どん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 覚えていこうと思います、うん、最近ね、 LINE ライブもやらせていただいて、はい、2回やらせていただいたかな、はい、見ていただけましたでしょうか。 ありがとうございます。ありがとうございます。1回目はね、ド緊張のまま終わりましたけど、2回目は意外と落ち着いて、インスタライブもやったよね。そうだね、インスタライブもやらせてもらって、慣れたら何でも落ち着くか。今後、まあそういう SNS とかもやってきますけど、何やっていきたいですか。りょうちゃん、うん、舞台。舞台、ああなるほどね、舞台。どんな、ちょっとあれやる、せーので、どんな舞台やりたいか。俺の、せーので、俺のじゃない、俺も、せーので言おう。どういうこと。俺たちで。ああ、俺たちでってこと。そう、個人じゃなくてってこと。やりたい舞台をちょっとせーので言ってみよう。俺これ絶対合うと思うんだよね、マジで。立つよ。立つの、まあ、立とう。じゃあいいよ。あのジャンルだからね、ジャンル、ジャンル、うんうん、分かった。ギョ、いいよ、ギョ、どんな舞台かね。うん、いいよ、せーの、和物。おお、まあ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 、まあ一文字違いだ。いやでもまあそうだね、盾、まあそうだね、和物イコールそっち。やっぱそうだね、そうだね、そろそろ剣振りたい。やばいからね最近。じゃあ本当にね、俺盾がやりたい、盾がやりたいってずっと言ってきて、やっとやらせてもらえたら、まず斧。そう、ね、斧か、まあ次次って思ってた、うん、したら次来ました、銃だったな次。あ、銃ね、あの次筆、うん、で最近扇子、うん、一向に剣持てへん。そうだね、そう、やばいんですよ最近。口癖のように2が何言い出すかなと思ったら、人切りて、人切りて、ちょっと2どうしたの、ストレス、いや、じゃなくて役で、あーだよねって。あれやばかったよね。そうなんだよね、刀持ってないのよ。いや
やりましょう、ぜひライブとかやるから、ってたから見に来てください、その時は、ね、ぜひぜひ、なんかそういうのもやったりとかね、あとやっぱりあれだね、映像やってみたいなと思う、映像ね、映像、ドラマとか、うん、何でもいいんだけど、ネットドラマでもいいし、お芝居を続けていきたいなと思うから、進出していこうよ、今後のお仕事もね、え、枝梨央がこんな仕事あるの、萌え。萌えじゃないか、ごめんごめん、言葉が出てこなかったっていうのが あったりするから、なんか楽しみにしていてください、うん、そうね、そう、秋冬ぐらいにもなんか一個大きいの考えてるしね、そうだね、そうそうそう、多分びっくりすると思う、え、こんなことやんのみたいな、そうね、そう、それもなんか動き出したりとか、はい、ね、個人でもなんかいろいろやっていくと思いますし、はい、なんかね、本当にたくさんたくさんみんなに会える機会が増えればいいなと思っております、はい、まあ、こういうご時世ですけど、やっぱりエンタメはね、生が一番だと思いますので、ね、ライブやったりとか舞台やったりとか、ね、たまにはこうやってのほほんとトークイベントやったりとかまあ苦手だけどね、いいんじゃないですか、うん、動いてたいけど、よし、ちょっと動こう、ちょっとあれ、あの2がね、ごめんね、いちいち立っちゃって、俺あんまね、座ってじっとしてられないの、2、はい、ちょっと笑うないいじゃんね、面白いんだよね、りょうちゃんの動きがね、じゃあ俺と2がどんだけ離れられない2人か、ちょっと俺が教えてあげるよ。そういうこと、どういうこと、じゃあ2一回センターに座って、座って、うん、センターに座って、じゃあ椅子持ってきてよ、ああ椅子で、はい、ちょっと問題出すから、2目つぶってて、目、あ、まだ早いよ、これ何の時間、2が目つぶって、りょうちゃんが後ろでバク転するから、バク転すんのね、まずね、何回それがバク転したか、2が目つぶった状態で当てるってやつやるから、音でわかるっしょ違う、違うからなんでそういうこと、やってみよう、やってみよう、オッケー、やってみようね、そう、聞こえないかもしれない、そう、やってみよう、集まった。OK。OK。いいよ。終わった？3かな、は、あれ3じゃない、やばくない、え、だってさ、バク転バク転じゃないのあ、違う、え、わかんない、3か4な気がしたんだけど、え、ちなみに何回やった、 6回やったよね、6回やってから、あ、ちゃんとバク転したの、そうだよ、あ、そう、ごめん、いいよ分かった、いや何の時間許すわ、で距離の話はどうだった、意外に疲れるね、しかも意外に当たんないっていうね、そこだよね、ミソ、いや俺ちゃんとやったと思わなかったもん、やば、3回ぐらいやって、あとでやってってると思ってた、じゃあ次やっていい、次何やんの、次何やんの、俺が目つぶってるから、うん、ちょっと待って、俺がなんかすんの、次俺が目つぶるから、うん、前でロンチュしてどれぐらいの高さ飛んだってやつやるから前だってまたやんの、さっきもやらされたんですよ、これやってない、宙返りすればいいの、そうで俺が2が飛んだ瞬間にこうやるから、頭の位置だからね、頭の位置、2ちょっとちゃんと見てて、ちゃんと見てて、誰が見てんの、違う違う、みんなが見ててね、どれぐらいずれてたか、よし、やるとき言って、この辺だ合ってる、この辺ぐらいだよね、マジでもっと高かった、もっと高いって
今多分ね、感覚的にこんぐらいだ多分。ちょっと俺もやってみていい？いや、アクロバット見せるコーナー、はい、どうぞ。じゃあこれは2の方が高いのは知ってるんです。でも、ちょっと1回だけ飛んでますね。下に下がる。怪我しないでよ。見てればいいんでしょ。見てていいよ。応援してあげて、りょうちゃんって。で終わり。ごめんね、ごめんね、こういう感じなのいつも。悔しい。はい、次の。すごくない、こんな31歳と30次今年4かな、34で32よ俺次。すごいよね、こんな動ける人周りにいる？逆にいないよね。大人になったね。いや、ほん そこだってさ、俺ら出会った時あなたまだ小学生よ。そう、もう19年ですか20年ですか。ああ、20年目になります。僕たちすごいね。はい、多分これから20歳行ってないって人。え、それは20歳ぐらいの人でみんなが生まれた時だよ。30歳ぐらいの人なんで聞くんだよ。なんでだよ。今の超差別じゃない？違うじゃん、上げづらくない？ああ、上げづらいよね今の。優しいね普通に。いやいやいや、確かに一応確かに。いや、普通にスーって来そうだったけど今、うん、ノリ的に。だって俺も30代だよ。もうまあ一緒だよね、わかんない。でもさ、そうやって考えるとさ、一緒に年取ってきてるわけだから、そりゃそうだよ。そうだね、そうだよ。まあいつね、応援してくださるきっかけになったのかわかんないけど、うん、一番長くて20年なんだから。ああ、そうだね。そうだよ、一緒に年取るよ。やばいね、だって俺らが30超えてんだもんね。なんでなんで俺ら30超えてんの。普通にビビんだけど。やば、あれ、あ、こんな感じ。どんな感じ。いや、もうちょっと喋ってて大丈夫だよ。あ、本当に。うん、なんかお知らせ事ありましたっけ。お知らせ事なんかありますか。お知らせ事は特にないですか。うん、特にね、延期の日程はとりあえず年内にしようとは思っております。はい、まあ、そんな感じでね。はい、そう、いろいろ作り上げていくので、なんか今後ともね、2人ごとも個人ごともね、ぜひぜひ応援していただけたらなと思いますので、ね、山本龍太、江戸剛、江戸龍、よろしくお願いいたします。お願いします。ということでね、トークイベントから始まり ね、お付き合いください、本当にありがとうございます。はい、これもね、本当にいつか、エダリオが歌って踊ってる姿が来る日まで、皆さんちょっと、いろいろ対策とか防止とかをちゃんとやってもらって、気をつけてくださいね。本当になっていいことはないので、皆さん、ぜひ会場でリスタートコンでお会いしましょう。ありがとうございます。大きいコンサートとかね、まあ、すぐ決まるかどうかわかんないんですけどね、なんかまあちっちゃいイベントでもね、なんかみんなとこうやってね、会える機会はね、たくさんたくさん作っていこうと思いますので、ね、応援もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。